私、実はアイドルをやっていて。私、名探偵さんに解決してもらいたいことがあるんです。時価30億円のサファイアが盗まれるのを未然に防いでほしいんです。当日 SP さんたちは私のライブ会場で。よし、いい子だ、堂々。お前、本物。何をするんですか、いきなり。私を誰だと思ってるんですか。世界最高のアイドル、才川結衣ですよ。探偵さんかと思ったら変態さんでした。ひょっとしてあなたがあの予告状をよこした犯人ですか。君塚さん。なるほどなるほど、君塚さんは耳に息を吹きかけられることに喜びを感じる変態さんだと。私のことが気になっちゃいました。は？ファンになっちゃいました。好きになっちゃいました。でもごめんなさい、私アイドルなので恋愛は NG なんです。また来世でお願いしますね。これぐらい自信を持っていないとアイドルの世界で生き抜くのは大変なんですよ。君塚さんはリアクションが面白いので好きです。ジョークですよジョーク。そんなライバルたちもなぜか翌日にはみんな表舞台から消えているそうです。偶然だよな、きっとそうだよな。君塚さんのことが好きという部分がジョークです。なるほど、よくわかった。お前は何が本音で何が建前なのかまるでつかみどころがない。つくづくアイドルというのは難儀な職業だな。